惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのかエレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。やるぞ。何を作りたいんだ？
また来てくれよな。いい品が揃った。また来てね。休息も兵士の仕事だ、はあ、お母さん見どころがある。